チェルシートップターゲット最新情報。どうも、ヨネス。ペリッチがトッテナムとの2年契約に合意で、ヒアウィーゴーが出ました。うわぁ、チェルシーかユベントスで争ってると思ってたら、まさかのトッテナム。まあ、インテル時代にコンテとコンビ組んで、11年ぶりのスクデット取ってますので、まあ、コンテが来てくれって言ったら断れないですよね、そりゃ。とはいえ、左ウィングバック枠で、あのレベルの選手をフリー獲得できたところを逃したっていうのは、マジででかすぎると思うんですよね。これでチェルシーは、ブライトンのククレジャ争奪戦に参加するとも言われておりますけども、今季のリーグ戦が終了してからチェルシーの選手にいろんな対談の噂、そして獲得候補に上がっている選手もたくさん出てきております。噂に上がってきた選手を散々動画にしてきましたが、どうやら今回のトップターゲットがこの5選手に絞られてきているようですので、本日はこの5選手の最新報道をまとめて、現在の移籍の進展とチェルシーが獲得する確率がどれくらいなのかを詳しく話していきたいと思います。レッツゴー。はい、移籍期間中はチェルシーのみならず、プレミアリーグを主に気になる移籍情報をいち早く取り上げております。移籍報道に加えて、選手のプレイスタイル紹介なども詳しく話しておりますので、この夏の移籍期間を最大限楽しみたいよって方は、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いします。ということで、早速一人目は、セビージャのジュール・クンデです。最新報道によると、ジェイゴ・カルロスのアストンビラ移籍が決定したことを受け、クンデの獲得は難航すると思われてましたが、セビージャがジェイゴ・カルロスを売却しても、クンデの対談は今年の冬から決定的となっており、引き止めることはできないだろう。デュエルはクンデの獲得を望んでおり、チェルシーはクラブ買収完了後に交渉を開始する準備ができています。と、ジェイゴ・カルロスの去就はあまり関係ないらしいんですよね。当初クンデの獲得には7000万ユーロが必要とされており、6500万ユーロ未満のオファーを受け入れるつもりはないと言われておりましたが、どうやら6000万ユーロほどでの獲得が可能な状態にあるとされ、昨夜の情報ではチェルシーはセビージャに連絡を取り、ジュール組んでの公式オファーは間もなく発表されると、こういった話も出てきておりますので、チェルシー今回第一ヒアウィーゴーは間もなく来るかもしれません。組んでってどんな選手なのって気になる方はね、ぜひともこちらの動画をご覧ください。プロフィールとプレイスタイルについて詳しく解説しております。続いて2人目はビジャレアルのパウ・トーレスです。最新の報道によると、パウ・トーレスはマンチェスターユナイテッドとの契約に近づいており、代理人は今週マンチェスターを訪問し話し合いをする予定とのこと。なお、ユナイテッドの提示するオファーはおよそ5000万ユーロと言われております。しかし、テンハーグ新監督の決断とクラブ上層部の変更に依存するため、まだオファーは出してないと言われております。ちょっと待てー！なんかいつの間にかユナイテッド行きが濃厚になってるんですよね。前回の動画でチャンピオンズリーグ出場権を得ているチェルシーとシティの一騎位置になると思いますとか言ってたのが、ね、ちょっと恥ずかしいです。どうやら代理人がポジション争いで優位に立てるユナイテッド行きを希望しているらしいんですよね。スタメンを奪えるクラブがいいですと。確かにシティはラポルトがいますのでちょっと難しいですよ。ユナイテッドはバランとの競争になると思うんですけども、チェルシーは競争相手サールぞ。あのサールですよ。パウトーレスだったら一瞬でポジションを奪えると思いますので、ぜひともチェルシーに来てください。パウトーレスのプレイスタイルについてはこちらの動画とこちらの動画の2つで詳しく話しております。続いて3人目はライプツィヒのヨシコ・グバルディオルです。最新報道によると、チェルシーはリュディガーの後釜として20歳の左利きセンターバックであるグバルディオルをリストアップしておりましたが、彼の現在の気持ちは今夏ライプツィヒに滞在する予定であると。本人はライプツィヒに満足しており、チェルシーやスパーズなどの様々なクラブからの関心にもかかわらず、他のクラブに移籍することを急ぐ必要はないという状況になっているんですよね。まあまだ20歳ですし、ブンデスリーガでチャンピオンズリーグ権勝ち取るクラブのスタメン張ってるんで、まあそりゃそうなりますよね。プレーを見た感じでは対人強くてスピードあってかなり魅力的だったので、リュディガーの後釜にぴったりじゃないかって思ってたんですけども、まあここはチェルシーがどれだけ好条件のオファーを出してグバルディオルの心を引き寄せられるかってところにかかってきてると思うんですよね。グバルディオルのプレイスタイルについては前回のこちらの動画で詳しく話しております。続いて4人目は同じくライプツィヒ所属のクリストファー・エンクンクです。最新報道によると、トーマス・テフェルはクリストファー・エンクンクの大ファンであり、今夏に彼の獲得に取り組むと伝えられております。そしてチェルシーは今夏ティモ・ベルナーを売却し、クリストファー・エンクンクと交代することを目指していると。いやマジですかこれ。せっかくプレミアリーグに適応してきたベルナーを放出して、またブンデスリーガから新しくアタッカーを獲得するってのはちょっと賛同しかねますよね。確かに今季のエンクンクの活躍はまあ、えげつなかったですけども、その分移籍金も高くて最低でも80
80億円は必要だと言われておりますので、さすがに今回の獲得はないだろうと思ってましたが、チェルシーは7人の選手に対してオファーを受け取った場合、放出を容認すると明言しておりましたし、結構ね、今年の夏に入れ替えが起こる可能性ってのは高くなってきてる状況なんですよね。しかもまたルカクはインテルに帰りたいとか言って、チェルシーのインスタのフォローを外すとか、メンヘラ彼女みたいなことをやり出すし、勘弁してくれと。にしてもベルナー放出は大反対です。エンクンクのプレイスタイルについてはこちらの動画で詳しく話しております。そして5人目はウエストハムのライスです。大本命言わずもがな、チェルシーが長年獲得を試みており、サポーターが獲得を熱望している選手です。最新の報道では、ウェストハムは2024年までの契約が残っている同選手を非売品としており、1億5000万ポンド、約241億円の移籍金を求めている。ライスを引き止めるべく、今回4度目の契約延長オファーを提示、なんと週給20万ポンド、約3200万円の8年契約という驚愕の長期契約を提示しております。しかし、ライス陣営は他クラブへ移籍すれば週給30万ポンドから40万ポンド、約4800万円から約6400万円の契約を勝ち取ることも不可能ではないと考えているため、現時点でウエストハムから提出された8年契約にサインする気はないという、ライスさん4度目の契約延長を断っております。さすがです。でもこれはチェルシー獲得しに行ってあげるしかないでしょう。ライスはチェルシーのオファー絶対待ってくれてますよ。そしてライス獲得のために1億2000万ポンドのオファーを提示すれば、ウエストハムはほぼほぼ受け入れるだろうという記事も出ておりまして、それに加えて買収が成立し、新オーナーがまさかの今価300億円の投資を発表したということで、改めてトゥエルが今価トップターゲットに据える選手の筆頭としてライスの名前が上がるようになりました。チェルシー来るしかないやろこんなん。それとこの5人に加えて、冒頭で話したククレジャが新たにトップターゲットに加わると予想されております。チェルシーはペリッチ獲得レースに敗れたことでマンチェスターシティとトッテナムに加わり、ブライトンのマルク・ククレジャの契約に取り組む予定です。ククレジャ獲得にはおよそ4500万ポンド72億円が必要とされております。いや、めちゃめちゃ高い。これはマジでペリッチの獲得逃したのが痛すぎますね。しかもトッテナムを狙ってるんかい。別の報道ではマンチェスターシティとすでに個人条件で合意しており、4100万ユーロ約56億円のオファーを受け入れるとも言われているんですよね。おそらくここから強奪するには70億円くらいが必要になってくるっていう話だと思うんですよ。まあ、かなり厳しい状況ですけども、レアルマドリードが今朝チャンピオンズリーグ優勝を果たしましたので、チェルシーはアザールとの契約条項により25億円程度のボーナスを得られることになるんですよね。これで実質ククレジャを45億円で獲得できると、これはもうアザール様々ですよね。もうありがとうございます。レアルマドリードにも感謝ですね。ククレジャのプレイスタイルにはこちらの動画で詳しく話しております。といった感じで、現状はチェルシーにとって追い風となるニュースが一つもない状況なんですよね。他に出てる報道で言えば、クリバリ獲得のために4000万ユーロのオファーを提出するとか、チェイシュ、プリシッチ、ベーナーを放出してスターリング獲得の可能性があるとか、デンベレ、ビスマーなどを獲得候補に入れてるとかも噂に上がってきておりますし、さらにこれから新しい獲得候補が次々に上がってくると思います。こればかりは正式加入が決定するまでは何が起こるか全くわかりませんので、今後チェルシーにとっていいニュースが出てくることを祈っていきましょう。そしてベストな補強で来季のリーグ優勝に向けて最高のシーズンオフになることを願っていきましょう。はい、本日も皆さんの意見感想をコメント欄にガンガン書き込んでいってください。以前予告していた来季のボランチスカット予想、こちらの動画を次回こそ上げていきたいと思います。どうしてもね、気になる移籍情報が割り込んできてしまうので、今後もね、変更ってのは出てくると思いますので、よろしくお願いします。今後も有益な情報をまとめて分かりやすく紹介していきますので、ぜひともチャンネル登録、通知オンでお待ちください。それではバイバイ。ペリッチ欲しかったなー。